カーブル。カーブル氏、カーブル氏は、アフガニスタンの首都、カーブル州の州都、日本の主だった、報道機関各社は、カブールという呼称を用いているが、学術的にも、一般的にも、カーブルが妥当である。現地語での発音も、カーブルに近い。ヒンドゥクシュ山脈の南縁、カイバル峠の麓の沿いの強小な丘陵に位置する。 標高約1800メートルの町。商業が非常に活発であるほか、比較、家具、ガラス工業、天才等の生産なども行われる。アフガニスタンの経済的、文化的中心地で国内最大の都市である。1931年に開学された同国を代表する最高学府である国立カーブル大学は、この都市にある。ガズニー、カンダハール、ヘラート、 マザーリ・シャリーフとアフガニスタン国内を一周する環状の高速道路で結ばれている。3000年以上の歴史を持ち、古くから文明の十字路と呼ばれた。現在、数十年続いた戦災からの復興の途上にある。カトマンズと並び、ヒッピーの聖地と言われていた時期もある。現地の公用語である、ダリー語、アフガンペルシャ語やパシュト語で使用される、表記体系である。 アラビア文字ないしペルシア文字では、と綴る。従って、ラテン文字への転写は、であり、カナ転写は、となる。発音はいずれの言語でも、カーブルに近い。しかしながら、日本においては、報道関係者の不注意が聞き間違いから、カブール表記が広まった。日本国外務省も、カブール表記を採用し続けている。日本放送協会も外務省表記に従い。 カブール表記を取る。とはいえ、カーブル表記の採用例も無視できないほど多く、専門家が一般人に向けて書いた、啓蒙書では、カーブルが普通である。中日ヤフガニスタン大使館が提供する、公式ウェブサイトでも、カーブル表記である。また、英語ではまたはと発音されることが多い。アレクサンドロス大王の東方遠征以来、たびたび中央アジアペルシアの勢力のインドへの、 新入路となった。7世紀にアラブ人によって征服され、イスラム世界の一部となる。ムガル帝国の創始者バーブルは、シャイバーニー朝にサマルカンドを追われてこの都市を首都に定め、インドを征服した。ムガル帝国とサハビー朝との争奪を経て1738年にアフシャールアザのナービルシャーによって征服され、その死後、パシュトゥーン人、アフガン人が、 アフガニスタンの起源となるドゥ・ニーアサを起こすとその首都となった。1839年と1879年に二度のアフガン戦争で二度とも一時イギリス軍の占領下に置かれる。1979年ソビエト連邦のアフガニスタン侵攻が始まると12月23日にソ連軍によって占領され、1988年に撤退するまで、 その司令部が置かれて、ムジャーヒディーンのゲリラとの激しい攻防の中心になった。1992年にナジーブルッターの共産主義政権が崩壊すると、カーブルはムジャーヒディーンの手に落ちたが、ムジャーヒディーン各派の紛争によって、甚大な被害を受けた。同年12月、かつては市内に86台走っていたトロリーバスはすべて運行停止を余儀なくされた。 1993年までに市内の電気系統と上下水道は完全に機能を停止した。当時、ラッパーニーが率いるパジク人中心が市内を掌握していたが、有名無実の首相ヘクマティアール率いるヒグが市外を1996年まで3年間に渡り包囲した。市内ではイスラム教会、ドスタム将軍派のイスラム民族運動、ウズベク人勢力、 イスラム統一党、ハザーラ人系の間で戦闘が続き、数万人の民間人が犠牲になるとともに、大量の難民が発生した。1996年にカーブルはターリバーンに陥落し、ナジーブラーは公開処刑された。ターリバーンのカーブル選挙の間は、カーブルをめぐる紛争は全てやんだ。ラッパーにー、ヘクマティアール、ドスタム、マスードラは、 カーブルから撤退した。タリバーン政権、アフガニスタンイスラム主張国規も引き続き首都はカーブルとされ、省庁も同市内に置かれたが、政治の中心は南部のカンダハールだった。同地はアフガニスタンの最大民族、パシュトゥン人の都市で、パシュトゥン人主体のタリバーンにとっては本拠地だった。タリバーンの指導者は、パシュトゥン人以外にモタジェク人、ウズベク人、 ハザーラ人など他民族が共存する大都市カーブルの風土になじまず、本拠地カンダハールに住み続け、同地からカーブルの省庁に指令を下すといった首都機能の逆転現象が見られた。約5年後、2001年10月にアメリカがアフガニスタンに侵攻した。米軍による激しい空爆によって、同年11月21日ターリバーンはカーブルを放棄し、 北部同盟が変わって、カーブルを支配下に収めた。タリバーン政権期に政治の中心としての機能を失っていたカーブルは、首都機能を回復し、12月20日には、カーブルに、アフガニスタン暫定行政機構の本部が置かれた。カルザイ大統領の率いる、現政権、アフガニスタンイスラム共和国が制定した憲法で、首都がカーブルに指定され、 サイド首都としてアフガニスタンの中心都市になり、現在に至る。標高が高いため気温は低めである。夏は乾燥し、降水量のほとんどは冬に集中する。欠片の気候区分では、ステップ気候、BSK に属する。人口は253万6300人、2006年の公式推計。 2010年の都市的地域の人口では337万人であり、世界の第97位、同国では第1位である。ペルシア語系住民が市内人口の多数を占め、スンナ派のタジク人が最大のグループで、シーア派のハザーラ人とタジク人がそれに続く。ペルシア語化したパシュトゥーン人の住民も多い。少数派ではパシュト語系のスンナ派住民が、 最も多く、トュルク経営のウズベク人が続く。他に、インド語派方言を話すヒンドゥー教徒とシク教徒も、相当数が居住している。カーブル国際空港が、カーブル市民の長距離移動の玄関口となっている。同空港は、アフガニスタンの国営航空である、アリアナアフガン航空のハブ空港であるだけでなく、多くの外国の航空会社にも利用されている。 2008年には3、500万ドルの費用をかけた新ターミナルが完成している。カーブルには公営のバス会社ミリバスも運営されており市内の多くの路線がある。2007年現在約200台のバスが稼働しているがさらに増便される予定である。かつてカーブルを走行していた近代的なトロリーバスを再導入する計画も検討中である。バスに加えて タクシーも市内のどこでも利用することができる。自家用車の利用もカーブルでは増えつつあり、トヨタ、ランドローバー、BMW、ヒュンダイなどの代理販売店が市内中に見られる。一般道路や高速道路の整備が進むにつれて自家用車を購入する人が増えている。カーブル市内で最も普通に見られるのはトヨタのカローラである。バイクを除いて、 カーブル市内のほとんどすべての交通機関は経由を利用している。GSM、GPRS 携帯電話サービスがアフガンワイヤレス、ロシャン、アレーバの3社によって提供されており、携帯電話の利用が飛躍的に伸びている。2006年6月、アラブ首長国連邦の通信会社イーテスラットはアフガニスタン国内での営業免許を政府から取得したことを発表し、 全国規模の携帯電話ネットワークの構築の意思を明らかにした。同年11月にアフガニスタン通信省と中華人民共和国の通信機器メーカー中高通信は6、450万ドルで全国に光ファイバーネットワークを構築する契約を交わした。これによってカーブル市内だけでなく全国で電話、インターネット、 テレビやラジオ放送の通信状態が向上することが見込まれる。2009年現在、アフガニスタンのテレビ放送局は6社ある。2010年1月時点で、アフガニスタン国際銀行、インググループによって運営されている、カーブル銀行、ウエスタンユニオンなど、カーブル市内には14の銀行がある。2005年には、 4つ星クラスの高級ホテルが6階の最上階に入った屋内式のショッピングモール、カーブルシティセンターがオープンした。5つ星の高級ホテル、セレナホテルは2005年にオープンし、ハヤットリージェンシーホテルは2007年半ばにオープン。1969年に開業し、長年カーブルのランドマークであるインターコンチンタルホテル、カーブルも改装されて営業中である。 また、カーブル川南岸とジェイド・ミワード通りに囲まれたカーブル旧市街は内戦で破壊された建造物に混じって数多くの古いモスクが存在し、また活発な商業活動が行われている地域であるが、さらなる発展のために20から25年の長期拡大規模な商業的、歴史的、文化的再開発事業計画、シティ・オブ・ライト・デベロップメントが カルザイ大統領と政府の支援を得た民間資本アーキャドによって進められている。カーブルから約 6.4km4 マイル離れた郊外バグラミ地区に近代的な設備を備えた8万9 0 0 0 m 2 2ーカーの工業団地が完成し、近い将来新たなビジネスセンターになると思われる。二千六年九月には2五百万ドルの費用をかけた。 コカ・コーラの工場がオープンした。カーブルの旧市街には、細い曲がりくねった工事沿いに多くのバザールがひしめいている。その他の見どころには、カーブル国立博物館、アフガニスタン国立博物館、ダルラマン宮殿、アマーヌ・ラーハーンの王宮、バーブル病、戦勝記念等、カーブル動物園などがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。